びっくりザイタズラ。はい、そんな感じで今回もびっくりザイタズラの時間がやってまいりました。さて今日のイタズラは4番。4番ってことは垂れた鼻水。それでは早速開けてみましょう。あれ、破れちゃった。絵ではもうちょっとね、色ついてるんかなと思ったけど、結構透明な鼻水ですね。鼻にはめて鼻水垂れたとびっくりさせよう。ヒヒヒ、タラーンって言ってますね。ここを鼻に入れるんですね。折り曲げて入れるのかな。これを中に入れるんですか。はい、嫁さんに見られて怒られそうですけど、こんな感じでね、鼻水垂れちゃったとかこう言うんですよね。これはちょっとね、敵に厳しいね。そんな感じで今回のびっくりザイタズラは垂れた鼻水でした。大成 TV